阪神、オリックス、日本ハムで活躍したデイリースポーツ評論家、糸井よしよし43の超人目線、10日から勝負の9連戦に臨む日本ハムについて糸井氏は、リーグ戦再開後は少し苦しみましたが、盛り返すことができたのは力がついてきた証拠と太鼓判を押す。9連戦はまずエスコンフィールドに西ブを迎え撃つ、チームは後半戦は7勝3敗に分け、現在3位につけている。 打線を引っ張っているのはプロ7年目を迎えるセイミヤだ、7月は月間打率383、3本塁打、11打点、8月も月間打率357、3本塁打、9打点をマーク、現在3試合連続打点と好調で、チームに欠かせない存在だ。 以前から日本ハムのキーマンにセミアの名前を挙げていた糸石はプロに入っていろんな経験をさせてもらって今は一流になっていく過程にあるいい状態だと思うと分析している新庄監督はそんなセミアを決して甘やかすことなく尻を叩いてきた7日楽天戦楽天モバイルで決勝ツーランを放っても手放しでは褒めず100%振ったところにボールが来ただけですと笑顔で話している 新庄監督は人を見る目がある。そういう嗅覚もあるし、といといし、清宮への接し方にも理解を示し、あとは自分次第でしょう。監督うんぬんではなく実力でレギュラーを奪わないといけないと力を込める。8日、楽天戦では2番手で登板した3年目の松浦がプロ初ホールドを挙げ、同じ3年目の柳川が2セーブ目を記録した。若手が伸びている中でいい位置につけている。 強いファイターズが戻ってきた、と糸石氏は新庄監督の手腕に舌を巻く。現在チームは3位、首位、ソフトバンクは優勝マジック34がともり、12ゲーム差ある。2位、ロッテとは1ゲーム差だ。日本ハムにとっては2018年以来、5年ぶり A クラスが現実味を帯びてきたが、糸石氏は首を横に振る。